初主演作、スリーウィークスのポスターアイリーン・プリングルアイリーン・プリングルとは、アメリカ合衆国のサイレント映画機の舞台女優、映画女優。サンフランシスコの巧妙かつ裕福な家庭に生まれる。出生名は、アイリーン・ビスビー。ヨーロッパで教育を受けた後、1916年に、ジャマイカ副総督、サージョン・プリングルの息子、チャールズ・マッケンジー・プリングルと結婚。 直後に女優としての活動を始める。当初の芸名はアイリーン・サベージだった。ルドルフ・バレンティノのストール・モーメンツなどに出演後、1924年、友人で恋愛小説作家のエリノア・グリーンの小説、スリー・ウィークスが映画化されることになり、エリノアの推薦でアイリーンが主役に抜擢される。この映画のおかげでアイリーンは一躍人気女優となった。 1924年11月15日、アイリーンはカリフォルニア州サンペドロで新聞をウィリアム・ランドルフ・ハースト所有のヨット・オネーダ号にハリウッドのセレブたちと一緒に乗船していた。映画プロデューサー、監督のトーマス・エイチ・インスの誕生日を祝う集まりで、他にコラムニストのルエラ、パーソンズ、喜劇王、チャールズ・チャップリン、女優で、 ハーストの愛人だったマリオン・デイビス、女優シーナ・オーウェン、ジャクリーヌ・ローガン、ジュランヌ・ジョンストンがいた。日曜の夜にインスの42歳の誕生日を祝い、迎えた月曜日の朝のことだった。会場タクシーが呼ばれインスを陸に搬送。しかしインスは火曜日の夜に亡くなってしまった。インスの謎の死は胃腸の疾患によるのと診断されたが、マスコミのゴシップ報道は過熱。 マリオン・デイビスと関係を持ったチャップリンを狙ったハーストの銃弾が誤ってインスに当たったとの憶測も流れた。アイリーンのキャリアに影響はなかったものの、この事件はハリウッドの伝説となった。アイリーンは高慢で人を見下す態度をとり、そのせいで共演者の多くから嫌われていたと言われている。アイリーンは空き地に飛んでいた。しかし、時としてハリウッドや、 同僚の俳優たちを辛辣に批判することがあった。スリーウィークスのロマンスシーンで相手役、コンラットネ・ケルが彼女を抱いてベッドまで運ぶシーンがあるが、独身術でアイリーンの唇の動きを読むと、もし私を落とし出たら、てめえ、首の骨でへし折ってやるからねと言っている。そうした理由から、1920年代後半になると出番も少なくなってしまった。 ハリウッドでは煙たがられていたが、雑誌からは知識階級のお気に入りという称号をいただいていた。アイリーンはカールバン・ベックテン、ジョゼフ・ハーゲスハイマー、ルパート・ヒューズ、さらに彼女の生涯の友人となった HL ・メンケンといった文学者たちと親しかったからで、ある。メンケンがボルティモアさんが身に寄せたバレンティノへの追悼文は有名だが、 実は二人を引き合わせのアイリーンだった。ジョージ・ガーシュウィンも彼女の崇拝者でハリウッドでアイリーンと会い、サンタモニカのアイリーンの自宅でセカンドラプソディの大部分を描いた。アイリーンの基地、鋭い知性、華やかな性格はこうした人々には人気があった。1926年に夫・チャールズと離婚。ドリーム・オブ・ラブでジョーン・クルフォードと ウォールストリートでラルフインスとそれぞれ共演するなど芝居に専念するが、トーキーの時代が到来、スタジオはニュースターを求め、アイリーンの需要は減少した。それでもアイリーンは早く、時にはクレジットされない役ででも映画に出続けた。1944年、郵便配達はニドベルを鳴らすの、作者ジェームズ・エム・ケインと結婚。しかし、2年で破局した。 1940年代に引退。ニューヨークで隠居暮らしをした。1989年、94歳で死去した。映画業界への貢献により、ハリウッドウォークオブフェームのハリウッド大通り6723に星を獲得した。ありがとうございます。